番最後が第3のレベルに入るんですけれども、これは最後の、まあ、さっきね、1度から5度まで、で6度から10度まで来まして、で残りの11から15度までが第3のレベルで、今度は個人的精神的っていうふうに向かっていくんですけど、ここの説明ちょっとしていただいていいですか。はい、うん、もう今日ずっと話してますからね。でもね、うん、伊勢賀さんがせっかくいらっしゃって、あんだけ丁寧に言ってくれたのでも、うん、なんなん気がするんですけれども、うん、まあ、そのね、度水域5度ずつ分けていった時に、うん、この第1のレベル、第2のレベルときて、うん、その成熟の過程の中で、まあ、一つこう統合を見るわけですよ、まさにね。うん、その手探りの状態から、うん、情動や、文化的な発展というのを遂げた後に、今度は個人的精神的ってありますけど、うん、個の確立があるとともに自分のこうメンタリティを非常に掘り下げていくと、うん、でだからといって必ずしも閉じてるわけじゃなくて、うん、社会性も帯びているし、で精神的っていうのはどういうことかっつったら、それこそいわゆる集合無意識的なものにね、つながるような、うん、ね、そういったところの共有っていう方向にも向かっていくというふうに考えてもらえればと、うん、まあ、そういうレベルの第3のレベルですという感じですね。でそれの一番最初の11度ということですが、うん、寛容という見出しをつけました、うん、理想的な個性の育成と視覚化ですね、うん、シンボルが自分の赤ん坊に母親が息子への深い憧れが叶えられたのを見るというものですね、うん、非常に綺麗ですね。うん、綺麗なシンボルだな。どういうイメージがあるんでしょうね。イメージ、うん、赤ん坊を抱いている母親がいると、でそれを眺めているわけですけれども、うん、まあ、それが男の子なのか女の子なのかちょっとわからないかもしれないじゃないですか、うん、でここまでだって、この天の前だったらね、でその子供を見てた息子への深い憧れが叶えられたのを見ると、うん、まあ、一生懸命してみましたけど、状態としてはなんかやっぱその赤ん坊っていうのは男の子で、うん、その母親がね、うん、男の子息子が欲しいんだっていうことをこう渇望してたんだと、それが今そうやって自分の抱いてるこの赤ん坊にその姿を見る状態であるというね、そんな風に考えていただける。で自分が理想として描いていた息子像っていうのがそこで実現しているという、今自分が抱いている赤ん坊の中にその理想像を見るようになっているとか、そういう状態ですよね。いいでしょうか。水の育成と視覚化で、キーノートの方はどうなるんでしょうか。潜在的可能性の無限の海の外へと個別化されるようになったもの、全ての重大な要求に対する精神の回答という、まだいつまでも分かるような分かんないようなんですけれども、まあ、今ねまでやってきた柔道の流れを踏まえて、じゃあ今度どうなのかと、柔道では一応の総括として二元性の超越っていうことからね、うん、開かれた可能性があったわけなんですけれども、うん、人格の再統合があったんだけれども、うん、そこに閉じてなくて開かれてはいるんだよっていう状態だったんですね、うん、でそれが今度は、どういうふうになっていくかっていうと、うん、さらにそのね、ここまでの流れを踏まえて、当たり前ですけど、自分がそうやって掘り起こしてきたもの、自分の中にあったもの、潜在的な可能性、そういったものが今度は、それ具体的にこの時、この度数11度になって初めてそれこそ形を結ぶように具体化していくという、これまでの1度から10度まではそれがなかった、なかったわけじゃないんですけれども、意図的にだから、ようやくここで可視化するような形になっていくと、今までその不可視を可視化するとかいうよりは、あの時だって関係性、そうそう、可視と不可視の関係っていうのを見極めるって知るっていうものだったし、でさっきのもその可能性を掘り起こすっていう、そういうことの方がこう、フォーカスがあったものだけれども、その今度は起こしてきたものをじゃあ、具体化していくっていうね、そっちの方にようやくこの11度でこう
大きく動き出すという、そんな風に捉えていただければっていう感じですね。じゃあ11度ってどこに対してもこう積極的に動くような感じにはなってくるんですよね。度の度数でもサインでもまあそういうところがありますよね、という、まあ、今日のいろんなお話で出てきましたけれども、そういうところがありますね。でなおかつその理想的な姿っていう掘り起こしたものをなんか理想的な姿に形にしていくという時に、それが非常にこう育成的であるというか、育てるような形でこうその形にしていくという、そういったところが一つこの乙女十一度の特徴だっていうふうに思ってもらえればと思います。ここはね、今日のお客様のラリーさんがいらしてるんですけれども、さっきタイさんに聞いたみたいに自分一言でっていうとちょっと激しいですけど、なんかどんな目的持って生きようとしています、こうありたいとか、好きなようにやりたくて、それで好きなようにやってるんだけど社会から外れるわけでなく、うまくやってるというのは今実現できてる気がします。そこまで外れることなくというのはね、これとちょっと違うのかもなんだけど、成り行きとか周りに恵まれてたりだから、私フリーでやりたいんですって同意したとかじゃなくて、ちょっと頼みたいんだけど、作る会社辞めた後に、作る現場がないのに、私に頼みたいって人が来たとか、これどこからこういう、そっか、これで養育的な立場っていうのが外在化してるわけですよ、それってのね、育ててくれる人が外に現れたみたいな、ですね、ようやくここで外に出てた感じがします、ですよね。これまではそのこれは自分なのか、それとも他人なのかみたいな、自分の境界線の情報を示したけど、ここでようやく外部委託できるっていう、外部委託はいはい、そういう、そういう強さっていうか、なんか明るいっていうか希望みたいなのを見えてるんですよね、ここは。あとはでしょ、パーソナリティに出るとそれ以外の点が変だよね。で、まあ、昨日とじゃないな、私のつけた見出しにもありますけども、もう一つの要点として視覚化っていうのがあるんですよ、ね、ビジュアライゼーション、その、ね、だ今のルーさんの話にもあって、ようやくじゃあそうやって今まで自分の中でいろんなことを考えて瞬時にしていったようなプロセスっていうのが、10度分の中であったとして、11度でようやくそれを外在化して形にするっていうぐらいだとしたら、でそれを非常にもう目に見えるような形でこう具現化していくっていう、目に見えるようにするというのがね、大きなポイントですよ。なのでじゃあパーソナリティにっていうことを考えたら、やっぱりビジュアルイメージを強く具現化する人っていうのは出てくるでしょうねっていう感じですね。それを受けてだね、ビジュアルイメージを具現化するって意味では今ラリーさんやってるお仕事もそれですよね。そうですね、ただここに現れる人でそのラリーさんおっしゃってるように近い方も出てますよね、それ言っちゃってっていいの？どうぞ。梅津和夫先生がいらっしゃいます。ズバリですね、吉祥寺在住でたまに西荻をフラフラしていて、ボーダーのシャツ着てんだけど赤と白を着ることあんまりなくて、それ見たらすごいラッキーって笑ってるんだけど、タイさんさ、おきくぼでしょ。言っちゃダメか。見たことあります？僕いつも見たとき赤と白。赤と白、マジで？あんまり着ないって聞いてるよ。おかしくないんだ。私も西荻よ。どうとか全然。それはいいね。ねみ、私来た。あ、タイガーですね。タイガーですね。でもよく歩いてるね。めっちゃくちゃ、ここ切りますから。ほらほら歩いてるよね。そうですね。私の萩原さん。流れさんも歩いてる。くどかもたまに歩いてるけど、友達いいのか
レンコパレード。でも多分いると思います。あ、いるんだ。一緒に仕事してる人が近くにいる。あ、近くにいるんだ。梅津和夫は本当に我が町のね、誇りというかなんかなんですが、じゃあ彼はどこに出入れるかと一発変換で、やっぱりビジュアルのイメージ化って言っていいんですか。ですね。うん、あとは、うん、あとあって他の方、うん、いやいや、梅津さんで。梅津さんで。梅津の梅ってこう書くの、棒って書くわ。そうだ、うん、で、まあちょっとよくわかる、こんなっぽい字。はい。で、うん、まあ、作品のといえばね、うん、いろいろな意味で、うん、ここの解説はテキストにあるものですけども、女性的な感性ってものすごく強いと思うんですよ。梅津さん、うん、そうだね。でなおかつそのイメージを育てていくというのは養育的な態度ですよね、うん、飼育していくというような態度、うん、それは、うん、彼の作品にものすごく通底してあるかなと。母性的でもあるよっていう。そうそうそう、あ、母性的って言ってたから、うん、皆さん、確かに、うん、おっしゃってこの人ね、前後の母性にすごい出てますよね。あ、はい、のちょっと不安なもう一つの影が、うん、あるみたいなのが、うん、具体的な形を中二の結ぶみたいな、ね、で、中二度のなんかそれを解明したいみたいな、うん、パパはさ、解明したいからそういうことをするんでしょうね、うん、まさか見る怖いところ、うん、あ、そうか、怖い漫画も書いてあるんだよ、梅津さんで。あと母性的なとこだけ言うならね、NHK でね、なんか梅津さんの旅行やったんですけど、あの奈良出身ですか、この人ね。そしたら奈良までその行ってね、お母さんとの思い出ずっと語ってるんですよ。かなりマザコンだなってイメージしたんだけど、だから彼の中の母性的っていうのはその母親的なものから、なんつうのかな、ちょっとイメージが独特なんじゃないかなと思うんですよね。ゲイの人でもね、お母さんに対する考え方、すごい濃いかめちゃくちゃ薄いかどっちかで出ちゃう人いて、それっぽいの雰囲気もありますよね。ちょっと結婚してないんだっけ、うん、なんでいらないじゃないですか、ね、え、いらないんだ、うん、なんか完結してるよ、その辺が、あの自分と自分と作品との関係の中で完結してるような気がしますよね。あと本人の中に女性性と男性性がもう統合されてるなんていうぐらいの、別にいらないそう思います。あ、梅津さんに関してはどうですか、他にはないでしょうか、うん、梅津さんに関して、うん、いいかな、あのホラーとかそういうの割と書いてるじゃないですか、そればっかりではないけど、うん、それはここっぽくないですよね、11度っぽくないでしょう。まあ今梅津さんおっしゃったような感じでもいいんじゃないですかね、うん、あ、そっかそっか、うん、前の度数と次の度数の影響を受けてっていうことね、うん、11度、ね、柔道的であってもその内面にある不安感であるとか、うん、そういったものでもいいですし、柔道、うん、はい、の不安感と12度が解明するみたいなとこから出ると、うん、で逆にラリーさんはここで似てるなっていう人いますよ、似てるとか、あ、自分とよく考え合ってるとか、それっぽいなって人、うん、同じ誕生日だから、うん、私もテレビないんで、あ、はいはい、同じだね、うん、え、たぶん大したもないの、ない、テレビない子が3人集まったんだよ、ここにそうだよね、しょうがない、うん、あとなんか、じゃあ追加すれば、吉田剛さん、ちょっと吉田剛さん、吉田剛さん誰、誰、うん、とか言いました、ライター、ライター、大好き、私も視点がなんかちょっと愛があるっていう、愛があるある、あのすっごい有名人とかからさ割と逆指名入るらしいね、この人あんまりなんとかな、あるあるってどんなインタビューだっけ、割と調べてくよね、この人ね、見たい、うん、それでさ、うん、普通のインタビュアーが聞かないところを掘り下げるから嬉しがるみたいね、インタビューされる側がね、なんだろうな、誰の読んだことあります、私は、うん、そのバンドでちょっと成功しかけて今、うん、ちょっと沈んじゃった人たちの、うん、インタビューとか、うん、全部切ないんですけど、愛がある、愛がある、音楽のライティングが多いですよね、愛がある、アイドルのやつとか、面白い、アイドルの、アイドルがこう見られたくないと思ってるところをついてきて、あのやってほしいって感じだよね、インタビューね、うん、それがここっぽいね、それが養育的っちゃ養育的、育成とか、あとその人が隠してる内面見せていくみたいな感じ、うん、っぽいよね、
あと田村優もいるじゃん、キリンのあのなんだっけ、あのホームレス中学生がなんか飼ってる人、彼も母親に対するなんか情念とかなんかあるでしょうね、捨ててたんだから自分たちを。あと野田聖子もそうでしょ、あのなんだっけ、人工授精かなんかしてもらったんですよね、で今なんかお子さんが入院ずっとされてて、母性と関わってる人が割と多いのかな、どうも、そのこじつけですかね。いや、そんな感じがします、ね、石塚さんがちょっと待ちなさいっていうようなこじつけだったりするかもしれないですけど、ね、杉浦のふるさとって関郡の、あ、関郡の、はい、はい、うん、日本政府もそうですよ。この人の育成ってどこで出たの？どうなの？やっぱなんかね、うん、日本政府、弁護政府がものすごくファミリーだったのかもしれないしねっていう。その中のお母さん役みたいな立場を取ってたのかな。まあ、すごいお金、お母さんね。お金、お金。人殺しちゃったんだってか。殺人をして。こんなんで大丈夫？あと小林薫とかさ、アナロッケさんってマイクロソフトの人だって思うけどね、小林さんなんかナルケさんのエピソードとか聞かないの？聞かないの多分あ10年ぐらい前とかだったら、だけど今多分、流れが早いんだよね、ナルケさんの話で出てこなかったとか、彼あれですよね、アスキーからだっけ、アスキーの前ね、トヨタ自動車かなんかのシールスマンだったんだって、なんか下克上ですよね、ある種ね、そういう意味では面白いな、なんか人好きがするんでしょうね、世話好きだったり、あとほら、アスキーからマイクロソフト行った時引っ張られたわけだから、なんかあるのかな、分かって、まあ資格化っていうところで今一番最初に挙げてるんですけども、成田徹さん、うん、名前言ってもピンとこないかもしれないですけども、来ない、何やってる人なんですか、ね、ウルトラマンとかのデザインですよ初期の一番最初 の、ね、最初のウルトラマンやウルトラセブンの主要なデザインを担当した人ですよね、やっぱりその辺は、まあね、資格化っていうことで、でもう一人映画監督としてジャンピエール・ジュネを挙げましたけど、あれですね、アメリとかね、アメリなんだ、でもボヤボヤした雰囲気を形に落とし込むっていう感じがちょっとします、なんか観察とかそういうのの視覚化とか知性化とかそういうのやたら出てきますよね、ここら辺ですよじゃあ次行って大丈夫かな、はい、あ、逆にさ、ラリーさんなんか聞いときたいことあって言って、自分の太陽の場所なんで、ここはってのがあれば、ね、ていうか、今自分個性の育成と資格化ってあるけど、自分にとっての赤ん坊ってじゃあ今のやってるお仕事なんですか？さっき朝の話聞いてすごく仕事にこだわりがあるんですけど、私、仕事好きで仕事の話をすごい語る割に、投げ行きられたんですだから今これやってるけどもしかしたら今人に頼まれた靴を形にしてると自分を発信で店やってもいいかもとか、すごく軽くこんなことも困るのかもって考えて、もしかしたらそっちやっちゃうかもみたいなところがあって、いやいや、そういう軽やかさってここら辺には出るんですか？出てなければアスペクトかな、うん、そんなに軽やかな感じしないですね、柔らかさはあると思うんですけど、まあ、なんか柔軟球特性のものかなっていう、なんかその都度集中できる、まあ、プロジェクトとか、あと、ね、もちろん自分の家族とか家庭とかできればこういうようなイメージって強まるのかもしれないですよね。あと今、あ、そうか、でもサタイミーターの得の通り終わってるんですね、顔見るとやっぱりどうしてもさ20代だと思っちゃっていや、サタイミーターの時はって言いそうになるんだけど、ずっとじゃあそういう、なんとかなクリエイティブのお仕事だったんですか、最初から？それもかなり乗り受けで、普通の仕事もジムで入って、代々木のいい場所にあって6時で帰れて、かくましばいぶしちゃってとか思って働いたら、社長がうちはついてこい、いつの間にか一人に行ってこいって、それこれだよね、理想的な個性の育成だよね自分で育ててるっていう、いつも外からやってきてるんだね、ラリーさんの場合は、そんな感じがしますね、人徳だねとかって、じゃあいいかな、質問ね、なければじゃあ次行きます。
それがですね、準備度が今度は序幕ってあるんですけども、これはどういう意味でしょうか。はい、これは序幕で、不可視の可視化の男性的実現と見出しをつけました。結婚式の後、新郎が新婦からベールを剥ぎ取る。黄色のキノコが、雲に添った心の力を透徹し、あらわにすることですね。もうなんかもうさっきの十一堂の説明で話し合ったような感じがしますけれども、まあ十一堂のようなそういう視覚化、非常に養育的な視覚化っていう、ね、具現化っていうものにものすごく近いっちゃ近いんだけれども、そうやって具体化していったものをこう、ね、今度は隠された秘密をあらわにしていくという、暴露していくっていうのが一つあるわけですね。見えなかったものをそうやって形にしていくっていう、そういうやり方によって、あの抑圧されたものを極端に形にしていくという、そういった感じですよね。でも男性的実現だとすごく激しく出ちゃったって感じかな。それが剥ぎ取るなわけであって、その十一度がものすごく養育的で、まあ、母性的だったとしたら、そういう感じでこう自分の中から掘り起こしたものを育っていくっていうのがあったけれども、こっちはもっと露骨にもう剥き出しに暴いてしまって見せてしまっちゃうというよね、まあ、ちょっと乱暴っちゃ乱暴ですよね。でも割とやろうとしてるところとしては近いのかもしれないっていう、まあ、パーソナリティの表れとしてちょっと対照的なものが11、12で出てくるかなと、まあ、もう往々にしていろんな、ね、サビはこうずっと見てれば分かると思うんですけども、寄り戻しみたいにね、ある度数があってその次はこうだっていう極端なブレっていうのが結構いっぱいそういう流れ出てくると思うんだけども、ね、その辺のそれはこう結構裏腹にこうくっついてるものなので、あんまりだから私先の度数前後の度数合わせてみるって流れを把握するときは必要、上では必要なんだけれども、やっぱポイントポイントで落とし込んでいってみてね、この度数はこうだよっていうふうにね、ちょっと意味を、限定化していった方がいいかなっていうふうに思ってるんですけどね、そういう意味であの十一度とは違うよっていうのが、こういう感じだよっていう、逆に触れたっていう感じかな、でもやってることはベクトルは同じだけど、色合いが違うって感じかな、やり方が違う。でキーノートで何だっけ、訓練された心の力を取ってとし表にすることって、これはじゃあ一つだから完成を十一度で見てるっていうふうに思ってもいいんだけれども、その、内面から掘り起こしたものを養育していくっていうのは、そういう母性的な在り方ってすごく人格的に成長が遂げられてる状態じゃないですか、ね、それに対して少しこう、それに対してそういったようなところでこう訓練されている心の力っていうのですよね。あ、こっちがね、訓練された心の力は前の度数の母性的なものがあるんだよと。でそれでこう、物をどうこう、なんか見えないものっていうかな、そういう隠されたものっていうのをこう暴露していくっていう、で明らかにあらわにしていくっていう、なんでわざわざ暴露しないの完成されてるのか、十一度ねえ、ラリーさんとこでいいじゃんみたいなわざわざ、まあそんなこと言ったら成長っていうのはないからね、まあね寄り戻しっていうのは何で必要かっていう話にもなると思いますけど、それで寄り戻すことによって、なんていうかな、やっぱりさらなる成長というか発展があってというところでしょうかね。じゃあ多少なんとかな、こうギクシャクしたとしても自分が内面的に何を大切にしてるかとかいうのを自覚しなきゃいけないんですか、自覚っていうか。ちょっと質問が、まあちょっとあれなんだけども、どういうふうに出るの、じゃあパーソナリティとしては。じゃあ人見ていきましょうかね。そうだね、誰が出すの、それを。チャーリーシーン、チャーリーシーン、チャーリーシーンって誰とかって、この人芸能が本当に遠いです、芸能というか、映画とか、映画チャーリーシーンってどんな人、20年代に出た人、ああ、はい、DV だけど、ああ、そうなの、
DVD 自分の？そうなんです。あ、そうなんだ。で、それで引っ込んじゃったんですか？テレビで活躍してヒットしてたんですけど、それでも DVD がひどくて、で、交番みたいな。その DVD 奥さんに対して、それとも周りの人に対して？酒癖が悪いんです。酒癖が嬉しげに言っちゃったけど、酒癖悪いとダメですねみたいな。何が嬉しい？あ、そうか、男性的っちゃ男性的だよね、そのあたりが。この人さ、ちょっと前、うん、私のツイッターのホラーの人たちの中でも話題になってましたけど、うん、ものすごく人気あるんですね、女性にね。なんで？その辺が、しかも DV のとこが、 DV とかそういうのがありながらも、うん、非常にバランス取った部分があって、うん、代表作っていうのは誰でも知ってそうなので、何が、うん、戦争映画、戦争映画、90年代の、90年代の、あ、うん、その演技とかでこういう感じのイメージなんですか？ちょっとなんかむき出しにしていく感じっていうか、そんな考えっぽい感じでもないですよ、ね、うん、僕的には多分そうなんですけど。そうなんだ。そうですね、ザ・アメリカ、あ、人気だ、人気だ、ザ・イメージ、アメリカ、アメリカ、メジャーリーグとか、メジャーリーグありますよ。メジャーリーグもあるし、メジャーリーグ2にも出てるし、懐かしい。メジャーリーグ、かなりリアルタイム。あまり古くない印象でしたけど。でも昔の歌詞かって言ったら、そういうところから出てるのかな。マルコビッチの穴とか、ああ、そっかそっかそっか。ですね。なんか多いんだけど、早くっぽいイメージが私の中にもありますね。この人のじゃあこういう衝動っていうのは何？演技とかパーソナリティとかにじみ出るような雰囲気にも備わってるんですか？ですかね。うん、うん、モテるんでしょうしねっていう、そういうところがね。5000人の女性とセックスしたという、え、何何というほどの好色感がある。そんなふうに5000人、うん、ありえないじゃん。だって今いくつとかで今調べなくていい。ありえなくないです。46。ありえない。はい。次はいや、ありえる計算でありえないですよね。なんで、ね、思春期から数えたら何千日みたいな。いや、ありえんじゃない。28歳で1万日でしょ。ちょうど1万日になるのが28歳なんですよ。28歳10ヶ月とかぐらいな。で、まあそこら辺はグレーゾーンのまま次に行きますか。だって10年で、うん、じゃあ1日1人として10年で3650人だよ。そこ10年で楽勝じゃないですか、としたら。そうか、でも今なんだと他のチャートもあるのかな、スペックとかね。で、他にそういう感じの方いますかね。どうあらわにしよう。あ、カチバラ一揆もそうかな。まあ、もう暴力っつったらそうでしょうね。ね、でもじゃあここ暴力に出るのかな、さっきのチャーリーシーンとカチバラ一揆ってつながったら。その、男性的ね、不可視の可視化の男性的実現っていうことで、そこに縛られてしまったらそうかもしれないけれども、まあ、主眼としてはね、何度も言いますけれども、見えないものはそうやって強引に見せるようにするというところがポイントなので、じゃあこの人の作風にもちょっと強引さっていうか、ね、畳みかけるような説得力があるけど、そういう感じに出ちゃうのかな。それだったらこの人もそうでしょ、政治家の平沢さんも。この人の強引さどうかわかんないけど、北朝鮮の問題が起きた時に、わざわざ自分たちで乗り込んでいって、無理くりやろうとしましたよね。それ自分で良かれと思ってやったんだろうけど、そこにブレがないというか男性的かなって気もしますけどね。あとは、あとは例えば、うんうん、男性的実現っていうかね、見出しつけましたけれども、うん、そんなにそうやって、まあ、乱暴暴力的になるところで男性ばっかりなのかっつったら、うんね、女性としてこう荻野目恵子さんとか、ね、はいはい、スキャンダルで言ってまた言ってるけど付き合ってた不倫の監督さんが自殺しちゃったんだよね。しかも彼女のお部屋でだっけか、物理かなんかで、ね、2人も死んでますよ。2人も、うん、その後は誰、あ、2人死んだのあれか、うん、藤原です、ね、すみません、うん、そうですよね。この人で男性性表現かどうかわからないけど、やっぱりその、うん、
まあ、変な話ですけど恋愛関係においてすごく密な、ね、状態の中でやっぱりそういう、まあ、チャーリーシーンだとして男性の側から女性の側への DV っていうのはね、分かりやすく出るのかもしれないけれども、うん、決してじゃあ女性と女性の側から男性の側へと、あ、そうか、そういったものがないとは言えないわけだし、しかもそれが直接的な暴力があったかないかというのは別としてもさ、うん、何かしらその相手のね、うん、恋人の内面をえぐり出すような、ね、振りましたか、何かをこう、あらわに剥ぎ取って見せて、うん、してしまうようなね、うん、部分ではあるのかもしれないねっていうような話、うん、そうだね。でもちょっとエキセントリックな役が多かったですよね、あの事件の後は。今そういうのが定番ですね、なんかね、うん、そういうちょっと男振り回してようなそういう毒婦であったり、うん、なんか豪快な女傑であったりとかね、うん、そういう意味では勢いっていうのはそうですね。あとは見てみたい人ですか、ね、でもどこなんですか、これは違うの、山田志向さんとかのこう心の力を凍結しっていうことでやっぱり、うん、その力強いのかなと思いますし、うん、チャーリーシーン、うん、今画像検索したら顔立ちがいかにもこう、うん、ちょっと荒々しいっていうか、うん、かっこいい、ね、かっこよく荒々しい、うん、かっこよく荒々しいな、ちょっと憧れますけど、なんかやっぱりそういうかなり力強さ、うんうん、あ、じゃああれか、あのルルさんがいいっていうことは原型としては女性に訴えかけてくる何かがあるのかな、さっきそう言ったし、だけどね、モテの話はよくわかんないからちょっとさそういうことですね、そういったものがこう、はい、まあ、男性ならではの色気として出る部分はあるんでしょうよ、うん、と。なんで梶原一騎だったのが、あの非常になんかこうホラー役でブライカーのようであってもやっぱり憎めないようなチャーミングな部分ってあったんだろうし、それはあれか、12度のこの育成みたいな可愛らしげがまだ残ってるのかな、12度、11度ね、11度かね、うん、でシュバンクマイエルとかもすごいこう、うん、中身としてはなんか結構特徴的ですけど、やっぱり表面としては荒々しいっていうか、結構なんだろう、ゴツゴツした感じ、印象はちょっとありますし、ようやくそういう話が出てきて終わったね、うん、デリカテッセとかね、その一個前のジュエで比べると明らかに女性、そうそうそう、そういう話でした、うん、で作風ものすごく2人近いと思いましたよ、なんか、うん、でもそう表現したり中身は一緒なんだけど、うん、パッケージが全然、うん、あ、そうそうそう、違うんだ、多分ね、両方 の、 あのファン層 の、 あの女性っていうのがものすごく近いんじゃないかっていうやり方、サブカル女子的なね、いかにもね、刑事は違う、え、あの対応したのは誰だっけ、ジャンピエル・ジュネ、パッケージが違うってどういう風に、だから表現のスタイルとしてその出てる、表に出てる姿がちょっと違うけれども、おそらく描きたいものは一緒なんだろうと、それは何かをこう暴いて見せるというか、あるいは隠れたものを可視化するかっていうか、そういったことで、そのやり方がじゃあその乱暴であるとか暴力的であるとかね、こっちの方がっていう形ですね、ちょっと男性的なってことはありますね、あ、露骨って言葉いいかもね、単なる表したじゃなくて、こっちが骨のあるその感じって感じね、ノリね、それに惹かれる人も出るだろうと、荻野目結構も露骨っちゃ露骨だよねみたいな、あとはいいかな、大丈夫ですか、ここで掴めたかな、じゃあ次13でいきましょうか、いきましょうか、13では